29日午後10時15分ごろ、韓国ソウルの繁華街のナシタイン、イテウォン地でハロウィーンを前に集まった多数の人が倒れているとの通報が消防当局にあった。消防当局によると約50人が心肺停止状態にあるという。事故の詳しい原因は分かっていない。現場は外国人が多く集まり、クラブなどが多く営業する地区。ハロウィーンを前に仮装した多くの人で賑わっていた。韓国大統領府によると、ユン・ソンニョル大統領は関係機関に被害者の迅速な救急、治療に万全を期すよう指示した。聯合ニュースによると、同日午後11時半現在、ナシタインの中心にあるハミルトンホテルの近くで、数十人が心肺停止状態にあり、駆けつけた救急隊員らが心肺蘇生措置を続けている。消防当局には呼吸困難などによる救助要請が約80件寄せられたという。別の韓国メディアは、居酒屋に現れた有名人に大勢の人が殺到し、事故が起きたとする目撃者の声を伝えている。ソウルのナシタインはネットフリックスで日本でも人気となった韓国ドラマナシタインクラスの舞台となった繁華街で、日本人観光客にも人気のスポットだ。ソウル鈴木拓也。